なかなかね防衛力が高いパーティーなんですけど、これはどう決める？もし世界大会でこんなシュートしたらね、もう運営も選手も気まずいよ。羊が狼に戦いに行ってるようなもんすよ。それはさすがに決めれんぞ。なんか5年後の俺でもこんな技できる気がしないんだけど。ダイナマイク多いな。これはちょっと何を見せてくれるのか。まだウルトも溜まってないですからねこいつ。いやーこモーティスもいる。もう天敵しかおらん。こっから飛んで壊して倒してシュート。ダイナマイク最強キャラ説出てきた。またまたダイナマイク。さあここからどう決めていくのでしょうか。ウルトで倒して飛んでいく、避けていくからの飛んで避けて倒して、そっからシュート。この TM って人の弟子になろうかな俺。さあこっからどんなスーパープレイが見られるのでしょうか。日頃の恨みを持ったシェリーに対しての小さな嫌がらせ。なんかダイナマイク使ってる時に限ってモーティス多いなこれ。2人にウルトを当てていく、そしてウルトループしていく、またまた2人に当てる、2人に当てる、すえ。おっとこれは3対3でいい戦いですね。さあ1人削っていく。こっからなんか隠れた、もう出れん。ダイナマイク監禁されとる、もう出れんなこっから。おっとまさかの、おっと隠れていたダイナマイク一番活躍。投げが勝つのかモーティスが勝つのか、さあどうする。ダイナマイクが全員裏切っていく、全員倒していく、全員裏切っていく。ここでもう全員倒していく。ダイナマイクかっこよすぎる。やべえちょっと画質あれ。まあまあ仕方ない仕方ない。ジャンプと同時にシュート、はい、ジャンプと同時にシュート。もう人間の目じゃ捉えきれんこのシュートは。もうもはやねダリルのウルトの使い方がもうシュートを止めるためにあるっていうね。目の前に地雷がある、気づかずに当たる、その小さなジャンプの隙を通して決める。いやこんな状況シェリーからしたら一番楽しいやつじゃないですか。いやこれねどんなスーパープレイが見られるのでしょうか。いやもうね普通諦めろよモーティスっていう感じなんですけどね。うんまあやっぱね調子乗らないことっすね。おっとこれは大変まずい状況ですね。おっと取れるのか、いや取れるのか、いや今のはちょっと怪しいぞ。おっと体力が少ないエリザベスでどう決めていくんでしょうか。この壁反射がないとね決まってなかった、すごいシュート。